角に渡す。エルボーからのシュート外れています。そしてリバウンドも下が抑えて決めていきました。狙っていく。いや、ここはパスを通そうというところでした。さあ、そして早展開。あの選手いいスティールですね。安藤のレイアップ決めていきました。ジャンプ力あります。日本代表候補、東京オリンピックには出ることはできなかったんですが、さあこの新天地で少しこう得点の展開としてはなかなか伸びていかない状態ですね。さあ、そういった中でトラビスです。打っていく。ここも惜しくも外れる。さあ、大きく展開。トラビスが走っている。素晴らしいパスですね。金丸、ニック・ケイが、でそして北川がケイに通しました。このパス交換見事でしたね。そうですね。さあ、ここもニック・ケイのリバウンドです。さあ、安藤スピード上げていく、上げていく、決めていった。ここは小島選手との得点で見せました。さあ、ニック・ケイのディフェンス奪っています。はい、スティールからのトラビスに渡ってニック・ケイが待っていた。ここは島根のリズムですね。そうですね。東京相手に10点差。さあ、ここは小島、そしてカークに渡って決めていきます。いや、いいですね。小島選手、冷静ですね。かなりのリバウンドを取っています。ここは安藤修太が奪って、大阪部の速攻、そしてサイズに渡して決めていきます。ございましたね。さあ、じわりと追い上げる東京です。これに対して島根がタイムアウトを取りました。金丸、トラビスに通したタンク。うまく、まあ、あの1対0に近い状態を作って、うん、攻めていく、まあ、そういった部分が今なかなか。その後は欠場が続いています。田中からカークへ、カークのこのコンビから決めていきます。バスケットカウント奪ったかもしれないですね。あ、そしてカークのこのパワーあふれるプレーからですね。左手、秋田はですか、はい、スピードのある安藤、そしてシュート力打っていく、決まっています。来ましたね。さあ、じわり東京追い上げる。5点差です。そしてこちらはやられたらやり返す安藤のスピード、スピード決まっていく、これですね。はい、で今の、まあ、最初のシーンなんですけど、まあ、その瞬間にやはりどうしてね、渡すショットクロック10秒切りました。ここはニカが行く、ニカいいヒールです。選手素晴らしいですね。ここから自分で行くか、ダンクがあるぞ、ダンク蹴るのか、始まっています。最初1クォーターと同じ最初のセットですね。ここはリーダーからリングに向かって攻めていく形、まずはこのテイラーが決めてきました。2本目も外れている。こぼれ球、白浜が抑えて、ここは高直も早い展開には持っていきませんが、トラビスが行く、ダンク。ここまでのね、そう、重い展開を格別です。先ほどは突き放すレイアウレイアップシュート、そしてトラビスがこのダンク、カークに預ける。田中打たない。さあ、ここで攻めていくが、こぼれ球、島根が抑えて安藤、ここは早い展開、自分で行く、どうだ、決まっている。今日はタイムアウト、このリバウンドからの速い展開、ちらりと見ながら。そうですね、そうですね、まあ、後ろからトラビス選手が走ってきていて、最高到達点が3メートル45センチあるという、そういった記事もありましたけども。さあ、ニック・ケイからトラビスへのコンビ、先ほどおっしゃっていただいたタイムアウトを取りました。さあ、こちらはこういう、まあ、外れてもしっかりと抑えるというプレーですが、さあ、第3クォーター1分を切っています。さあ、ニック・ケイのプレーに対してロシターですか。素晴らしい動きですね。このハンドオフのフェイクから一気にクロスオーバー、うん、10点差。金丸から安藤、うわ、このステップ、そしてトラビスに通して得点。素晴らしいアセットですね、これですね。はい、難しい体勢からトラビスに通して、第4クォーター残り3分、トラビスに通して、ダンク。ここでハイライト来ました。ショットを沈められているので、なかなか苦しい戦いになってきましたね。勝負強い安藤のスリーポイント、そしてトラビスの力強さ、対する東京は安藤シュート、いいですね。ダメ押しの一つになります。ニック・ケイバランスキー、2人で行く、展開した安藤ディープスリー、来ました。これは本当
当に島根にとって大きな1勝ですね。島根スサノオマジック、このホームでアルバルク東京に13点差をつけての勝利です。